皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はめちゃくちゃすごい情報が入ってきました。なんとコウペンちゃんが2023年の4月の15日から放送開始の TBS の新番組である夜明けのラビットにレギュラー出演するとのお知らせがありました。いやー、まさかの突然のテレビ進出のお知らせにね、まだ感情が追いついていないんですけども、とにかく今明かされている情報をチェックしていきましょう。登録してね。はい、それではそもそもラビットとは何なのか。ラビットとは日本で一番明るい朝をコンセプトに TBS にて毎週月曜日から金曜日まで朝8時から放送中のバラエティ番組になります。そんなラビットのこの1週間分の見どころを凝縮した内容をお届けするのが、今回コウペンちゃんが出演する新番組の夜明けのラビットになります。こちらの夜明けのラビット初回の放送開始日が2023年の4月の15日の土曜日からになります。で、放送時間の方が早朝ですね、朝の5時45分から7時30分までの約1時間45分の、放送時間になっています。こちらの番組内でラッピーと呼ばれるラビットのマスコットキャラクターと、そしてコウペンちゃんとのコラボでミニコーナーを担当してくれるみたいなんですよね。一体どんなミニコーナーなんでしょうか。現時点では情報は一切明かされていないんですけども、放送はなんといってもね、放送は明日なんで、このワクワクがたまらないですよね。4月の14日金曜日に放送したラビットの終盤に、新番組の夜明けのラビットにてコウペンちゃんとのコラボが、開始するとの発表がありました。ここではね、なんと着ぐるみの大きなコウペンちゃんも遊びに来てくれていたみたいなんだよね。これは僕はリアタイでは見ることはできなかったんですけども、他の方の動画を見させていただきました。ラッピーとコウペンちゃんのね、この動き回る姿とか掛け合いがね、とっても可愛かったですよね。この番組内でのトークでもコウペンちゃんに癒される人が続出しているなど、とにかく癒し要素をね、全面的に推していたようなので、きっと相方のラッピーと共に素敵な癒しのミニコーナーをお届けしてくれるんじゃないかなと思っています。明日の早朝に放送ということなので、もしかすると起きられない方とか、そもそもね、番組が映らないという方もたくさんいらっしゃるかと思います。しかしそんな方でもご安心ください。 TVer というアプリにて見逃し配信があると思いますので、どなたでも夜明けのラビットを見ることができちゃいます。コウペンちゃんの活躍をね、みんなで一緒に応援してあげましょう。はい、ということで今回は夜明けのラビットにてコウペンちゃんのミニコーナーが、開始されるということだったので、早速動画の方作ってみました。いやね、めちゃくちゃ急いで作ったので結構ね、雑な動画になってしまってるとは思いますが、最後まで見てくださり本当にありがとうございます。明日の朝から毎週コウペンちゃんのミニコーナーがね、テレビで見られるかと思うと、もうね、胸が高鳴りますよね。なんだか遠足前の子供のようにワクワクで、今日はなんか眠れないかもしれないっていう、そのレベルでね、すごく今ワクワクしています。いやー、それにしても地上波にレギュラー出演できるってすごいよね。コウペンちゃんもだいぶ成長したなって思います。きっとね、この番組を通じて、いろんな方にコウペンちゃんを知ってもらえるいい機会になりそうですよね。コウペンちゃんはね、キャラクターとして見ても見た目もすごく可愛いし、それだけでも人気な理由の一つだとは思うんですけど、その見た目以上に内面が一番の魅力だと僕は思っています。やっぱりね、どんな時も僕たちを肯定してくれて、どんな時でも優しい言葉をかけてくれて、
そしてね、普段だと気づけない、もしくは大人になるとこう忘れてしまいがちな小さな幸せに気づかせてくれる、そんな心にね寄り添ってくれる素敵なキャラクターだと僕は思っています。作者であるルルテアさんもめちゃくちゃ忙しいはずなのに、毎日のように素敵なイラストをねツイッターにて投稿してくれているので、本当にコーペンちゃんっていう存在が僕たちの日常生活に溶け込んでいるような気持ちにさせてくれているんですよね。毎日毎日コーペンちゃんたちの楽しそうな仕草とか楽しそうな表情とかね、そういったものを見ているだけでも心がすごく温かい気持ちになったりするので、ぜひねルルテアさんのツイッターもチェックしてみてください。意外とねコーペンちゃんは好きだけどルルテアさんのツイッターまでは見ていないっていう方もね結構いるみたいなので、ぜひこの機会にルルテアさんのツイッターも僕の動画のこちらのね動画の概要欄の方に貼り付けてありますので、ぜひ一度飛んでみていただいてルルテアさんの素敵なイラストチェックしてみてください。いやー本当にね今年はコーペンちゃんのイベントも盛りだくさんですよね。なんだか次から次へとイベントだったりとか新情報が発表されているので、もう頭がね全然追いつきません。本当に幸せな悩みです。まだ4月だというのにこの情報量ですからね。これから夏、秋、冬とまだまだ季節はたくさんありますし、月日もいっぱいあるので、今年は本当に過去一番コーペンちゃんのイベントが開催される年になるかもしれませんよね。毎日毎日癒しだけではなく、こういったドキドキワクワクなイベント開催で僕たちを楽しませてくれて本当にありがとうございます。明日から始まるコーペンちゃん初のレギュラー出演の番組夜明けのラビットを楽しみにしていきましょう。いや本当にねテレビ出演するっていうのはコーペンちゃんにとって大きなターニングポイントになりそうですよね。やっぱり今までだとコーペンちゃんを発信するツールってどうしてもツイッターが多かったし、そうなってくるとツイッターを扱える人にしかなかなか届きにくかったっていうのもあるけど、テレビっていうねほとんどの方が持っている共通の媒体にコーペンちゃんが登場するっていうのは、いろんな方にコーペンちゃんを知ってもらえる機会が本当に広がるわけだから、これは大きな決断だったと思うし、きっとますますコーペンちゃんが活躍できる素敵な環境がこれから整っていくと思います。まあいろいろね話してしまいましたけども、これからね毎週土曜日早起きしてコーペンちゃんと一緒に朝を過ごしましょう。うん、明日がね記念すべき初回の放送になるので、今日は早めに寝て明日の朝に備えようかなと思います。まあ多分ねワクワクで寝れそうにないけど。はいね、まあそういうことで最後ねいろいろとお話ししちゃいましたけども、今回はコーペンちゃんの夜明けのラビットミニコーナーを担当するよっていうお話でした。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。